皆様こんにちは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。さて、大前は今阪神高速道路5号湾岸線を走って、間もなく尼崎東海岸の出口が近づいてくる。ちょうど右手には、右手には、舞島が見えるという状況でもあるんですが、風が強いです。台風の影響です。上空は厚い雲が覆っていて、雨は降っていないんだけども、強い風が吹くという状況で、台風が接近ということで、関西、近畿には月曜日に最も近づくのかなという予報ですもんね。だから、今日から3連戦なんだけども、土日月の対ホークス、月曜のお天気がちょっと心配だから、公共交通機関が止まっちゃうとさ、どうなるのかという、ね、ことではありますし、九州新幹線や JR 九州なんかは、明日の午後とか運休が決まったり、便数を減らしたりというようなことを、ね、発表していましたけども、近畿どうなるのかということではありますね。ともあれ、今日からは野球でいうとオリックスさんは、ホームにホークスさんを迎えての3連戦ということで、現状首位ホークスと2位、バファローズのゲーム差は3ゲーム、首位ホークスには優勝マジック9が点灯しています。残り試合オリックスが9試合、一方のホークスが残り13試合ということを考えたら、いろんな数字というところを見る限りはもうこれも圧倒的に、ホークスが有利、ということもオリックスが不利です。だけども可能性がないわけじゃないし、本当奇跡を起こしてほしい。で、奇跡っていうのは、そうは起こるものではないけれども、たまに起きるから奇跡なんです。逆に言うと奇跡はたまには起きるんです。そのたまに起きる奇跡を僕らは信じてますね。本当に数字上では厳しいんだけども、だけどもこれ何があるか分かんない。だってホークスも現状6連勝してますね。でこの勝負と位置づけられていた11連戦でここまでは6勝1敗できています。その11連戦の頭、オリックス由伸君に負けてからの、6連勝ですから、ここに来て6連勝っていうのもおそらくこれホークスの首脳陣もあるいはファンも計算していなかったと思うね。でそういうことも起こり得るんだから、ここからオリックスも驚異の9連勝があるかもしれない。これは別に気休めでも何でもなくて、可能性としてあるというふうに僕は考えているんでね、可能性が消えるまでは本当に、信じていって、応援していきたいな、見ていきたいなと思うんだけども、ホークスと藤本監督もマジックが一桁になって圧倒的に有利になったんだけども、マジックに関してはもう意識しないと、相手が諦めるまでは意識はしないよという、本当おっしゃる通りで、だから僕らは逆に言うと、その可能性がなくなるまでは望みを捨ててはいけないということなんですね。さあ、今日の先発はバファローズが山本由伸、ホークスが坂東悠吾、1週間前と同じ顔合わせマッチアップになりました。前回は、由伸君勝ってというゲームだったんだけども、1週間前と、ね、同じ相手というところに関して今日はどうですかということについては、特にそこは意識しないし、いつも通りですということを、由伸投手は、強調していました。だからいつも変わらず、ただやっぱりこの首位はホークスなんでね、そこを追いかけていくためにもやっぱりこの初戦というのは大切だし、この3連戦の流れを決めるという重要なゲームなんで、そこはしっかり投げますという話をしてくれました。で、坂東投手も前回は5回途中で5失点でマウンドで敗戦投手、悔しい思いはあったし、やっぱり今日はやり返したい思いはありますというふうに昨日語っていたそうです。で、前回はね、由伸君と投げて、近くで見ていて本当にすごいピッチャーだと思ったし、吸収したいところもありますということをね、話していたようなんで、さあ今日は山本、坂東、この2人の投げ合いどうなりますかという、そんな、ゲームです。ホークス今この6連勝というのはね、先週由伸君に負けて翌日のこの2戦目から、続いている連勝ということ、先週のそうです、日曜日のゲームの、初回の柳田選手のスリーランから、あそこから始まってるんですよ。でやっぱりそこから打線もつながってきてるし、やっぱりここ一番でのこのクラッチヒットが出てる。
っていうのは大きいね。で、柳田選手もここ1週間で3本のホームランでしょ。今2000連発、昨日も先制のスリラン。非常にこう先制点とかこのダメ押しとか、逆転とかそういうところでちゃんとこのホームランなりタイムリーが出ているのが今のホークス、まあ、だから勝てているんだけども、まあ、もちろんピッチャーもいいんだけどもね、だけれどもやっぱりちゃんと打てて点が取れている。それに対してオリックスはやっぱり先日の仙台から3点までしか取れてないのかな、4点以上取れてませんよね。だからその辺なんだよね。で、中嶋監督もとにかく、まあ、点を取るんだけども、その後のもう1点2点、まあ、そこが欲しいと。もう得点はいくらあってもいいんでという、とにかくピッチャーを楽にさせてやりたいという話をね、中嶋監督強調されてましたんでね、まあ、本当その通りだと思います。この時期点を取って勢いをついたチームが強いと僕はもうこの前も朝日新聞の折り入った話でそんなことを室田記者と語ってね、紙面掲載したんだけども、本当こう点を取らないと勢いついていきませんから、まあ、そこにピッチャーの好投とうまくかみ合って、そこでこうモメンタムを作っていくということになると思うんだけどもね、まあ、そういった意味では今日のゲーム、吉田僕が言うようにこの3連戦 この流れを決める、非常にこう重要な一戦なんで、もう今日、吉田君で勝てば、まだその奇跡が起こる可能性も見えてくるんだろうけど、今日負けちゃうとやっぱりね、厳しくなる、さらに厳しくなることは間違いないんで、今日のゲームが重要です。まあ、とにかく中嶋監督よりもとにかく模索していくしかないという話を昨日されてましたけどもね、まあ、本当にその中で、まあ、今日どんなオーダー組んでくるのか、昨日は、まあ、対左腕という先発オーダーだったんだけども、まあ、今日は、ね、また、坂東君なんで、またちょっとオーダーも変わってくるんだろうなというふうに思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いつもこのねカズチューブを見てくださってるオリックスバファローズ佐藤マネージャー、お前は安全運転しておりますんでご安心ください。じゃあまた。